にちは、ダレです。お久しぶりです。ちょっと甲子園が遅く間が空いてしまってどうもすみませんでした。今日はバカンスを利用してドイツに遊びに来ています。ブンデスリーガ見に来たのが今日で2回目になるんですけども、酒井豪徳選手が所属するハンブルガー SV を応援しています。だけどね、ハンブルクってドイツのすごい上の方にあるので、なかなかホームの試合を行ったことがないんです。なので今日もこのフランクフルト側の席で応援します。なのでちょっと殺されないようにって言ったらだけど、密かに応援するので、ホーム側の席を楽しみつつハンブルクを応援したいと思って、この中途半端なマフラーを買いました。そんな感じで、もう少ししたら中に入ってまたスタジアムの様子を紹介していきたいと思います。こんな感じで没収されました。こうやってグッズも売られてます。帰宅いたしました。負けちゃいました。しかも結構な差で3対0で負けちゃって、もう最初の方先制点取ったんだけど、1-0ってなってバシャって思ったんだけど、またその後セル取り消されて、めっちゃうわーって思ったんですけど、それ取り消されたとキャーってなってハイタッチ求められて、あっみたいな感じでした。はい、動画はめっちゃね、フランクフルトの動画ばっかりになっちゃったんですけど、一応こうやってこうやってお話しします。僕のがっつりフランクフルトだけど隠しちゃう、あどういいじゃん。はい、じゃあ紹介します。まず日焼け止め、これね、これフランスで買いました。で、唇もね、日焼け止め塗らないんで、日本からこうやってみんなやけんのってピント合わないからなんだね。私いつもメイクポーチ持ち歩かないんですけど、絶対にリップだけ持ち歩いてて、そう、最近はこのシャネルのやつを持ち歩いてます。リップケアだけしてる。食べたら取れちゃう。なんか今も取れてるからつけたら、
とこのキラキラ、こういうのが100円ショップとかで売ってるんじゃないかな。ラメを持っていきました。前回は赤も混ぜて完成したんだけど、やっぱペイントするとテンション上がるよね。あとね、持ってった方がいいよって思うのがこれ、綺麗綺麗ね、フランスにもね売ってるんだけど、最初分かんなくて実家から送ってもらいました。まあフランスもドイツもなんだけど、おしぼりの概念がないのだから、あの手をね、レストランに入っても手しけないし、もちろんまあ売店は日本もおしぼりくれないところが多いけど、そうなんかこうさ、フランクフルトとかそれこそさ食べててハンバーガーとかこうついちゃうじゃん、ついちゃうってか手とか汚くなった時に拭けるものがないと本当に困ると思うので、ヨーロッパ旅行に行く方おすすめします、こういうベッドシート。あとサングラスね、私はフランスに来てから購入しました。イヤホンでやばいね、グリングリになっちゃってる。いきにブンデスリーガの曲をね聴きながらテンションを高めておりました。めっちゃ一人だったから、ていうか一人でブンデスリーガ見に行くって結構ハイレベルだと思いません？ブンデスリーガのレポートいかがでしたか？ぜひドイツに来られた方は、サッカー好きな方は見に行ってみてほしいと思います。テレビでもいつもねやってるんですけど、やっぱりねスタジアムで観戦するのは違う。まあちょっとね、ホームに行ける機会があったら絶対行きたいなと思いました、はい、この動画で楽しかった、参考になったという方、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。またねー。